はい、じゃあ、グリンゲ、リサ、グリンゲの、G ですね。ちょっと解説で。まあ、クローズドリムショットの表記になってるんですけど、オープンリムショットでやります。手がどうしても支部になるので、まあ、普段エイトで叩いてる人は足と一緒にこう、手がつられやすいので、ちょっとこう、最初練習が必要かもしれないですけど、ずっとこう叩いてる中に、これをあで最後ごめんなさい5小節目だけあその次もですねスネアの位置が4拍目に来るんでここだけちょっとやってみるとちょっと一緒にやってみましょうか。通しましょう頭から。バーンとチッとタン考えていきます。ワン、ツー、スリー、フォー。